昭和11年春場所初日新海に敗れ4勝1敗6日目玉錦と対戦。双葉山はこれまで6回顔を合わせているが一度も勝てなかった。しかし玉錦に敗れた次の日から双葉山の連勝街道が始まるのである。この場所東前頭3枚目からスタートし、次の11年夏場所には関脇に昇進。白星を重ね続ける双葉山。しかしこの頃もあの不滅の大記録69連勝を果たすとは誰も夢にも思わなかった。9日目玉錦と対戦。前の場所で全勝優勝した玉錦はこの場所でも8戦全勝と他を寄せ付けない強さを誇っていた。双葉山は一気の寄りで玉錦を破り、玉錦から初の白星を挙げる。この勝負は覇者交代の大一番と言われ、双葉山69連勝の足固めとなった。そして10日目新横綱皆野川をすくい投げで破り、千秋楽大関清水川をうっちゃりで破って初優勝。双葉山時代の幕が切って落とされたのである。昭和12年春場所鏡岩と同時に大関に昇進。この場所でも初日から白星を積み重ね連続優勝。大関をわずか2場所務めただけで横綱となった。彼は敗れることを忘れたるごとく、昭和11年夏関脇で11戦全勝、12年春大関に進んで11戦全勝、12年夏同じく大関で13戦全勝、かくて13年春第35代の木下開山横綱を許され13日間土つかず勝ちに勝ち進んだのであった。負けることを知らない双葉山は13年春新横綱として千秋楽玉錦と対戦。8回空前の大人気に13日間を割れ替えるばかりの大入りに迎えた春場所千秋楽、番数もいよいよ取り進んで、ここに迎えた全国相撲ファン待望の結びの一番、上昇将軍双葉山に対し東の横綱玉錦。そして13年夏場所千秋楽、これまで65連勝と連勝記録を伸ばす双葉山はライバル玉錦とまたもや顔を合わせる。同じく千秋楽結びの一番、九場所連続制覇を目指す双葉山に最後に挑む玉錦の闘志は燃えて、火前千秋楽を飾るにふさわしい大相撲が大接戦を揺るがせました。文字通り天下無敵、木下開山の貫禄を示して支配を授与され、この颯爽たる横綱ぶりは全観衆を魅了し去りました。
はいかない。1回の仕切りで立った竜王山などさまざまな奇策奇襲が取られたが、双葉山はことごとく土俵に這わせた。孤高ともいえる強さを誇る双葉山には親方も知らない秘密があった。それは右の目がほとんど見えなかったということである。これは力士にとって致命的なものといえる。力水は1回、立ち合いは受けて立つ。双葉山はハンデを乗り越えて盤石の形を作った。双葉山の強さを一目見ようと国技館は連日満員となった。人々の関心はどこまで双葉山が勝ち進むのか、そして誰が双葉山を倒すのだろうかに向けられた。双葉山ここまで66連勝。66連勝の大記録を樹立し、ますます健在の双葉山に対して打倒双葉を目指して強い立つ新鋭古豪、果たして念願成就するか、今場所興味の中心であります。まず初日、一元五つ芝によって双葉攻略の幕は切って落とされました。五つ芝の玉砕敷き下手投げも歯は取らず、より倒されて双葉の牙城依然盤石。第2日目、竜王山失死の突っ張りも全く問題にならず突き出され、双葉ますます強し。第3日目、鋭い押しの虎の里、無敵双葉を動揺させるかと期待されましたが、強引の上手投げにあっさり片付けられ、最終はただ双葉の強みに驚嘆の目を見張るのみであります。いよいよ第4日目、双葉山によって70連勝なるか、新鋭八の海どこまで食い下がるか、満場の熱狂はここに絶頂に達しました。両力士立ち上がりや画前大接戦を揺るがす大熱戦となる。八の海出身の外掛け見事決まって、堂々双葉を倒し、かつて前人未到無敵を誇った双葉の王座はついに崩壊いたしました。敗れた双葉山は心の死に対し、我未だ木形足りえずと電報を打った。木で掘った鳥のようにおごりも高ぶりもない境地、双葉山が相撲人生最後まで求めたものである。